俺の一番嫌いなものはクロノ、二番目に嫌いなものはパニシング、三番目に嫌いなものはなんだかわかるか？それはもちろんこの世界だ。気持ちよかった。ひょっとして俺がこういうのを聞きたがってたわけじゃないよな。パニシングがなかったとしても、なんか別のもんがこの世界を堕落させる。だからあまり俺から離れるな。出ないとお前を守れない。俺にプレゼントを贈るっていうのは、俺からも何かをもらいたいってことだ。言ってみろ。俺に怒られたらどうなるのか、身をもって知りたいのか。